東京ミッドタウンに光り輝くイルミネーションを点灯していただきましょう。ミッドタウンクリスマス2017点灯。So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. A very Merry Christmas and a Happy New Year. お二人の手で灯されました。いやー綺麗でした。なんかありがとうございます。北川さんと結婚したかのようでした。いやでも本当にお似合いの、うん、はい、ロマンチックな、ロマンチックでしたね、はい、いや毎年やりたいです。はい、わかりますわかります、はい、ダメなんですか、これからはもうずっと僕らでいいんじゃないですか。ね、毎年ね、どうでしょうね、はい、あの検討させていただきます。そうですか、はい、先ほど社長さんにもお会いしたから。あ、そうですか、お願いしとけばよく言っておきます。ありがとうございます。毎年やりたいわ。綺麗だったね、はい、今回この探偵はバーにいる3、男性にはどんなところに注目してご覧いただきたいでしょうか。北川さんのね、美しさはもう すごいですよ。やっぱ男性はやっぱり楽しいんじゃないでしょうかね。やっぱりね、北川景子にね、やっぱりこう遊ぼうよって言われたらね、それはやっぱりこう朝まで遊びますよ。やっぱりね、遊ぼうよってこういたずらに言うんですけど、たこ目に涙をいっぱい溜めて助けてくださいって言われたらね、それは何でもしますよ。やっぱりね、ある程度のお金は貸すね、あれは。結構だ貸せる俺は、ね、もう。でまた探偵もまた今回ひどい目に遭いますよね。毎回毎回ひどい目に。あれもね、うん、好きな人は好きね、あのシーンね。とにかくなんか私がひどい目に遭うと嬉しいっていう人が日本には一定量いますからね。今回もあのちゃんとありますので。これは大泉さんの願望ではない。僕はそこまで M 気がある男じゃないんで、僕には何の願望もなくて、できればやめてもらいたい、できればやめてもらいたいんだけども、必ず入ってる。あれ何なんだろうな、プロデューサーと脚本家なのかな、本当は俺のこと嫌いなのかな。必ず入ってきますね。そしてそれを喜ぶ人たちがやっぱり世の中多い。なんか疲れて帰ってきて、なんかね、映画館見に行って大泉洋がひどい目に遭ってると多分スカッとするんじゃないですか。いやいや、そういった意味でもやっぱり疲れてる人にはいい。やっぱ大泉、うん、今回もひどい目に遭ってますっていうね、うん、ひどい目に遭ってるんだけど、あんまりひどい目に遭ってる感じがしない。そうらしいね。ですよね、なんか可愛いシーンとして、うん、なんか和んで和むね、はい、ね。美咲麻里は女性としていかがでしょうか。いや、そりゃね、北川さんが演じてるんで、それはまあ恐ろしく魅力的ですけども、ただもうハニートラップ仕掛けてくるんで、マリはね、だっさり探偵はそれに乗るわけですけど、まあやっぱでもハニートラップにやっぱ憧れはありますね、やっぱりね。なんかハニートラップ仕掛けられたらもうなんか抗う術はないですね、僕なんかはね。美咲マリがやってきて遊ぼうよって言われたらもうそれ終わりですよ。それで俺もから何ですか、観覧車乗ってね、飲みに行ったら、はい、それはそうなるでしょうっていう話でね。そうですね、危険だ、危険な女ですよ、はい、北川景子さんから見た探偵は男性としていかがでしょう。かっこいいです、本当に。まあ1も2もでしたけど、3見終わった後より1、2よりかっこよくなってるのは、やっぱ大泉さん自身あの年齢を重ねられて、さらに大人の、ね、男性としてかっこよくなられたんだろうなと思いますけど、探偵本当かっこいいんです。なんか最後までその依頼人の依頼をこう投げ出さないというか、もう本当にあの一回死にかけたりとか命を落としかけてるんですけど、それでも最後までこうマリというか私を守ってくれようとするところがすごくかっこいい風に心に残ると思います、はい、皆様盛大な拍手でお送りください。